マカオの教育は、マカオ特別行政区政府教育規制年局が所管する。現在、マカオにある大部分の学校は私立であり、政府系の学校では3分4号教育を強調している。学校の主流は、文法学校と称されるものであり、言語、数学、自然科学及び人文科学を教育の内容としているが、一部の職業学校では、 電子工学や機械工学を教育する学校も存在している。学生に関しては統一したシステムが確立されていない。その初期はイエズス会によるカトリック教育と後に導入されたマカオ成長がフランス公立教育の影響を受けて開始した公立中学の量刑等が存在していた。19世紀になると過人により近代的な教育が実施されるようになった。 マカオで最初に設立された大学は、聖保ク学院である。この学院は18世紀のハイエズス会の風潮により運営停止となり、そのため長く中学卒業後に他国に留学する教育システムが運用されていた。言語学習面では、大部分の学校では中国語と英語を使用しており、一部の学校がポルトガル語を科目に設置している。1999年に、 マカオの統治権がポルトガルから中華人民共和国に返還されると一部学校で普通話による授業を採用したが現在でも大部分の学校は関東語による教育を行い一部の学校では英語やフランス語による教育も行われている現在マカオでは統一された教育制度が存在しておらずそれぞれの学校が独自に中国やイギリス ポルトガルの教育制度を採用し、教育を実施している。中国系の教育制度では、大陸系の教育制度が採用され、小学校6年、初級中学3年、高級中学3年の学生となっている。生徒は高級中学で、自然科学、人文社会科学及び、商業知識を学習する。イギリス系の教育制度では、イギリス本国及び、 香港の教育制度が採用され、小学校6年、初級中学2年、高級中学2年、大学予科1から2年の学生となっている。生徒は高級中学の段階で、自然科学、人文社会科学及び商業知識を学び、その後学校単位で、イギリス教育機構が実施する GCE と称される、試験により高等教育機関に進学する。 ポルトガル系の教育制度では、ポルトガル本国の教育制度が採用され、基礎教育4年、初級中学5年、高級中学3年の学生となっている。マカオでは幼稚園から初級中学3年までの10年間に対し、無料教育制度を実施している。さらに2005年に、マカオ行政長官ラニアツの施政方針の中で、遅くとも2010年までに15年間の、 無料教育制度の確立が含まれ、幼児教育から中等教育まで全てが無料化されるとした。2006年に成立した非公等教育制度公用法では、教育を正規教育と持続教育に分類している。正規教育は3年学生の幼児教育、6年学生の小学教育、3年学生の初級中学教育、3年学生の 高級中学教育の15年と定義し、社会教育は家庭教育や地域教育、職業訓練を示している。このほか義務教育を万5歳から15歳とし、無料教育を学費のみならず、その他必要な諸経費にまで拡大している。マカオ特別行政区政府が開設した公立学校は下記の通り、マカオの高等教育は、 高等教育補助弁公室により管理されている。マカオには10カ所を超える高等教育機関が存在している。マカオの大学あるいは技術学院に進学する者以外に中国、台湾、香港、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリアへ留学する者も,も多い。ありがとうございます。